来ましたね。魚の着き場を特定するため瀬、有心、淵へ何度もキャストを繰り返すが、魚からの反応は薄い。しばしの休憩を取り、再び上流へ歩みを進める。見えた？いや、そこにいたか。イワナっすね。これが大きい。いい暴れだね。出方が良かった。お腹のフックがっちりですね。お腹にかかると、この腹にかかるとほとんどバレないですね。いや、いいヤマメ。ほら、ヤマメだね。こんなに撮影したのにまだこうやる気があるみたいな。完全に捕食モードに入ったヤマメが何度もミノーにチェイスしてくる。見えた？来た。よし。そんな大きくないです。多分オスとペアですよね。メスですね。
すげえ雲の巣。いそうだな、ここは。いや、いるいる。いや、ここはねえな。どうやって行くかな。日差しが照りつける夏らしい陽気の中、やぶをこぎ次のポイントを目指す。下ぐらいないかな。元気なヤマメだね。よし、元気だね。来年には結構、来年はでかいのになりますよね。テレストリアルが至る所で飯田を出迎える。雲が晴れ、夏の日差しが降り注ぐ時間帯、昆虫、そしてヤマメの活性も上がってきた。大きくないけど、だいたいこのぐらいが本当この川のアベレージぐらいですね。綺麗なヤマメだね。こう夏ヤマメって感じでいいですよね。あそこの、あの浅いとこにいたね。ちょうどこのライン。よし、行きましょう。大きいのがここの特徴。ここ数日の雨によって川には濁りが入り、やはり水量も増えていた。しかしそのような状況の中でも飯田はテンポよくキャストを繰り返し、
グッドコンディションのヤマメに出会うことができた。こうして初日の釣りは終了となった。川に落ちたり、川岸から川に落ちたり、雨で流されたりする昆虫も多いんで、それを意識してる感じはしましたし、実際ライズしてる場面もあったので、日中なんですけども、そういった餌が多分、僕らが見ている以上に流れてるんだと思うんですよ。本当そういう釣りを意識したやり方で、表層だったり、ちょっと流れが強い時は少し沈めたり、あとは一番魚虫が落ちる確率の高いこう川の岸辺、草が覆いかぶさっているようなところを重点的にこう流していって、魚のこう、リアクションを誘うっていう感じの釣りですね。釣行2日目。飯田がやってきたのは、前日の谷よりもさらにエントリーしやすい里川。夜のうちに雨が降ったことで依然として水位は高く、場所によってはさらに濁りも増した様子。増水のためかトラウトの反応はない。川を歩くことも難しい状況の中、時折やぶこぎしながら釣り上がっていく。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。